ロネが準備できてますので、こういったものは今すぐ食べていただきたいということと、サラダとしてベビーリーフ、あとスティック人参の方はどこで先生ここに用意してあることになってるね。それとあの乾燥大根、うちの方では大根をですね、乾燥させてそれをあの乾物で売ってるんですけども、そういったののピクルスを用意してあります。これそのまま大根、赤い大根を使ってるんで、なんか赤い着色したわけじゃなくて、もともとこういう色の大根なので、ちょっと楽しんでください。で今始まりましたら、とにかくうちの野菜、そうですね、今日はフェンネル、セロリ、ネセロリ、あとスティック人参は、まあ、紫とオレンジの人参です。でそれと、ごぼうというのを、9ミリの鉄板、特殊の鉄板を用意しまして、蒸し野菜にして食べたいと思います。で最後に、まあ、その間にちょっと農園の、なんていうのバンド出し物をちょっとあえぎながら、最後にですね、メインディッシュとして野菜と、お肉を焼いた、ちょっとバーベキューみたいな感じで鉄板焼きを用意したいと思います。それとあとですね、今日一つ用意したのメインとして、これホイル焼き、ホイル蒸しにしようかなと思って、ネセロリと、なんだっけ、フェンネルと、カーフォルネロっていう黒キャベツがありまして、黒キャベツのね、ほとんど皆さん食べたことないと思うんですが、それをあの鴨肉で、ホイル蒸しにして、皆さんに提供したいと思うので、ごゆっくり楽しんでいってください。はい、今日は最初は、乾杯から始めるからです。あ、そうか。じゃあ、コップを渡してください。はい。それでは、バーベキューに始まる前に楽しい会議となりますことを記念申し上げまして乾杯したいと思います。乾杯。わー、農園を離れることになりました、北野さん、はい、青年海外協力隊に合格しまして、4月から訓練に入ります。でですね、実はあのうちの方で修了書を用意しましたので手渡したいと思います、はい、修了書、北野雅人の青年海外協力隊育成プログラム、の、全過程を修了書をここに証します。全過程を、全過程です、はい、おめでとうございます。塩コショウしてください。適当に。はい。うん、でもいいですね。軽くかけとこうかな。このぐらいやと、だいぶそれで塩を薄味なんだ。準備始めないと。農園サイドの皆さん、準備の方お願いします。
願いします。準備が整うまで前座として僕がちょっと1曲前座の歌を歌いたいと思います。今日ちょっと1週間後の僕の喉を壊してまして、またまた変なとこあるんですけど、それでお許しください。喉なんですね、いつもじゃあ野菜の歌メロディーバージョンをちょっとお送りしたいと思います。厳しい。次の曲は、日本語と
インドネシア語で歌える曲ということで、日本で有名な AKB48、 インドネシアで有名なジャカルタ48の歌っている恋するフォーチュンクッキーを男だけで歌います。もし踊りたい、踊れるって方は前に来て一緒に踊ってもらっても構わないので、よろしくお願いします。
ゃんかっこいい。食べたかったよ。これ2点くれる。ただぶっちゃやる気になってました。じゃあ皆さん、あの初期の歌はこの歌日本に来てから好きになります。じゃあ聴いてください。Here we go.
私今まで、今さっきまでマラカスを振ってたんですけど、実はギターが本業ですね。10年ぐらいはギターをやってるんですけど、で、今回ですね、演習のね、あ、演習になる社長さんのタヤトールさんからですね、農園タイの歌を作ってほしいということをね、まあ、去年から言われてたんですけど、今やっと出来上がったということでですね、僕とあとこのインドネシア人とあと佐藤さんとみんなで作ったんです。なかなかね、名曲になったんじゃないかなって自分で言うのはなんですが、名曲になったんじゃないかと思うんで、皆さん楽しんで聴いてください。ルッコラルチョラいや、怖い人がいらないから怖い